こんな行動や考え方のままでいると、あなたが掲げた夢や目標は努力すればするほど間違った方向に向かっていくことになりますよ。はい、皆さんこんにちは、かんちゃん住職です。皆さんは今何かを目指して努力なさっていらっしゃるものってございますでしょうかね。またそんな努力をして頑張っているのになかなか報われないと感じたり、実らなかったり、続かないと悩んでおられたりしてらっしゃる方いらっしゃいませんでしょうかね。実は努力はなかなか実らない人や続かないというのは、その考え方や行動に問題があるのかもしれませんよ。よく聞くのが、ダイエットをしようといろいろ試してみたんだけれど全然効果がなかったとかね、毎日続けるには仕事や家事など他にやるべきことが山積していてとても続ける時間が取れないから私には無理だったなどの声などでございます。実はですね、そんな努力が実らない人にはいくつかの共通点があることに気がつきました。まず理解しておかなければいけないことは、努力がなかなか実らない際の対策をですね、自分の中に作っておくことで、自分が設定したその目標や夢をこの人生達成しやすくなるものでございます。そこで今回は努力がなかなか実らない人の特徴と努力を続けるための対処方法などについてお話しさせていただこうと思っております。よかったらチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。また動画をご覧いただいた後にコメント欄にぜひねアウトプットしていってくださいませね。もしくは公式 LINE にメッセージを送ってくださってもこれ OK でございます。自分が気づいたり感じたことをなんとなくねこの動画を聞いてね聞き流してしまうのはこれ非常にもったいないことでございます。自分のものにしていただくためにも文字にきっちりしていただいて、しっかりとね自分の中に落とし込んでいただきたいと思います。感じたことを文字にするためには一旦自分の頭の中に整理していただく作業がございますよね。その整理できるからこそ初めてアウトプットができるっていうもんでございます。自分の言葉でアウトプットすることによってちゃんとね自分のものとして身についていきますので、ぜひね自分の中に蓄えていただくためにもコメント欄か公式 LINE のメッセージを送ってくださいね。ぜひねお待ちしております。それでは行ってみましょう。私もよく使う言葉なんですけれども、努力精進して頑張りますと言ったりいたします。この努力と精進というのはこれ厳密に言えば違う意味なんですけれども、一般的には同じ意味の言葉を繰り返している言葉ということになります。努力をすることを精進するという言い方で表現することがございますよね。精を出して進むと書いて精進なんですけれども、この精進という言葉を聞いてまず精進料理をね連想される方が少なくないのではないかと思います。精進料理のイメージはお坊さんが修行中に肉や魚を食さないといったところかと思います。でも仏教に説く精進というのはね本来そういったものではないんですよ。では仏教においてどういった意味合いが込められているのかということになります。仏教の開祖お釈迦様は精進することの大切さを繰り返し繰り返し教えられました。あらゆる良いことを6つにまとめられた六波羅蜜という教えの4番目に名を連ねるのがこの精進なんでございます。六波羅蜜といえば仏様の境地に達するために意識的に行う6つの修行のことを言います。伏せ、自戒、忍肉、精進、禅定、智慧というのがねこれ六波羅蜜にまとめられた6種類でございます。この中に教えられる精進といいますのは不断の努力ということを示しております。不断というのは休みなく続けるという意味でございます。私たちのこの寿命には限りがありますので、一時も無駄にすることなく一つ一つのことを誠心誠意尽くす日々を過ごしましょうという思いが込められているということになります。ただ努力しようと意気込んでみても物事がうまくいかない時期もあれば、スランプに陥ってしまうこともあったりとかね、そういった時はついついね自分はいつも報われないな、努力を続けてもうまくいかないとね思い悩んで考えてしまうこともあろうかと思います。そんなブラックホールの渦に飲み込まれてしまった人生は本当にね残念すぎますので、ここからは努力がなかなか実らない人の特徴って一体どういったものがあるのか、そして諦めずに努力を続けていくことってできるんでしょうかということについてね、その対処方法などについてお話してみたいと思います。こんな行動や考え方のままでいると、あなたが掲げた夢や目標は努力すればするほど間違った方向に向かっていくことになりますよ。努力はなかなか実らない人の特徴8選、1つ目は何でも自分一人でやろうとしてしまう。物事を自分一人で解決しようとなさる人はその努力がなかなか実らない人生を送りやすい傾向にあると思います。責任感があってとっても良いことですし、自分で解決しようと努力なさることはこれ誰にでもできることではありませんので、実際とてもね立派な姿勢ではあると思います。ただ私たちは持ちつ持たれつの社会の中で生活しております。自分の力で何とか頑張るという気持ちはこれ大切なんですけれども、その気持ちの根底には皆さんのおかげで自分の力を発揮することができる、周りの人の支えが
があるからこそというね、根底の考え方がしっかり持っていないと、見方によっては傲慢な人という印象を与えてしまいかねませんので、要注意とも言えます。感謝の気持ちもなく努力という名の傲慢さが出ている人は、得られる成果はそれなりということになるでしょう。みんなお互い様の社会ですからね、感謝の気持ちを根底に据えた努力をなさっていかれたら、実り大きい努力の成果を得られることと思いますよ。努力はなかなか実らない人の特徴8選、2つ目は他人に頼ることは悪だと思い込んでいらっしゃる。一つ目ご紹介させていただいた、何でも自分一人でやろうとしてしまうということをね、もう少し突っ込んだ言い方をすると、人に頼るのは悪だと思い込んでしまっている人は、これは勘違いと言わざるを得ませんよね。私たちは人から教えを請うこともあれば、教えを授けることだってあります。人なくして自分という存在はどこにもありませんから、できるだけ良好な人間関係を築かれて、お互いにサポートし合える関係を築かれると、助けられるという経験を繰り返すことでね、お互いの魂を磨かれていくもんでございます。こういった動画のコメント欄でも、ご視聴者様同士のね、そのコメントでの交流によって、お互いの絆を構築することができますよ。相手のことを考えてメッセージを送ってあげる、それを受けて感謝の気持ちでご返答をなさる、そうした良きねやり取りを目の当たりにした他の人たちの魂も綺麗に磨いていくことにつながっていきます。良きスパイラルをお互いのやり取りの中から大きな輪というねエネルギーを放ってくださっていらっしゃるご視聴者様にはね、私は一人合唱して感謝の念を送らせていただいております。いつもコメントを書いてくださる皆様には、心よりね感謝御礼申し上げております。本当にありがとうございます。あなた様の放ったその気持ちという波紋が大きな波となってね、必ずあなたの元へリボンをつけて、目に見えない良きエネルギーとして戻ってまいりますからね。それは期待せずとも自然に戻ってくるもんでございます。そうした優しい温かい気持ちをね、これからも大切になさってくださいませね。また一人で抱え込んでいらっしゃる人は、ぜひ人に頼っていただきたいと思います。その思いを言葉になさって外に出さなければ、誰にも何も伝わりませんからね。誰もこの世の中には完璧な人間はおりません。人の世は持ちつつ持たれつの人生ですよ。努力がなかなか実らない人の特徴8選、3つ目は、自分は運が悪い人間であると思い込んでいらっしゃる。自分は運が悪いなぁと思い込んでいると、努力はなかなか実らない人生になってしまいます。これについては想像できるかと思います。自分で思い描いたことは現実のものになってまいります。良いイメージを描いて望んだことは、良い結果を招くようになっているものでございます。運が悪いと思ってしまえば、ある意味諦めに近い思考に入ってしまいますよね。諦めたら何でもね、そこでおしまいです。諦めなければどこまででもいけると思いますよ。運が良いも悪いも実はございません。良いのか悪いのかを決めるのは、自分自身の心にあることを忘れないでくださいね。努力はなかなか実らない人の特徴8選、4つ目は、目標設定が高すぎる、身の丈に合っていない。目標設定が高すぎるっていうのは、これはそもそも問題でございます。フルマラソンを走ったことがない人にね、いきなり 42.195 キロ、今から完走してこいって言ってもね、それこそ無理でしょ。何事もこれ順序は大切ですよね。目標を高く持つことはこれ立派なことであるんですけれども、あまりにも身の丈に合わない目標だと、結果的に自信を持てない自分に陥る可能性も考えられますし、何より自信を身につけるためには、小さな成功体験をね、これいくつも積み重ねていくところに、自分を信じられる自信を身にまとうことができるものかと思いますよ。少しだけね、背伸びをすれば届きそうな目標を設定なさって、小さな成功体験を積み上げていかれますことをお勧めいたしますよ。努力はなかなか実らない人の特徴8選、5つ目は、努力の方向が間違っている。これも先ほど目標設定が高すぎるというお話とリンクすることであるんですけれども、間違った努力をどれだけ頑張ってみたところで、努力が実ることはこれありませんよね。実りといえば、例えばね、ジャガイモを種を畑に植えて、カボチャが実らないかなと精一杯心を傾けられて、肥料をやり愛情を注いでみたところで、ジャガイモにしかなりませんよね。つまり努力の方向が間違っていれば、行き着くゴールはあなたが目指すゴールとは違う結果を見ることになります。要は物事を始める時には、しっかりとゴール設定をしてからスタートを切らないと、仮にうまくいかない状況に遭遇した時は、視界も狭まって周りの状況は全く見えなくなることがございます。自分は努力しても報われない、ダメな人間なんだって言ってね、自信をなくさないためにも、目指すべきゴール設定をしっかりなさっていただくことをお勧めいたしますよ。努力はなかなか実らない人の特徴8選、6つ目は、常に受け身でいる。常に受け身でいる人の傾向として、周囲からの評価ばかりを気にしていらっしゃる人に多いタイプと言えます。こういう傾向を持つ人は、ひとたび度が過ぎると、自分のやりたいこと、夢や目標すらもね、周囲からの評価が気になって、本当の自分をさらけ出すことができなくなってしまう可能性がありますよ。全て人主導になってしまえば、結果的に自分の活力や波動も下げてしまって、努力が実ることはないと言えましょう。
努力はなかなか実らない人の特徴8選7つ目は自己犠牲の思想が強すぎる人。みんなが幸せになってくれれば自分はどうなってもいいと考えるような自己犠牲のタイプの人はね、これも一見立派な考え方のように感じるんですが、それこそ独りよがりという可能性も否めません。自分が我慢して頑張っていればいつは必ず報われる時は来るとかね、みんなが幸せになるためには今は我慢、今は負担、今は犠牲と思っている人から放たれるそのオーラは辛いオーラになってしまいますよね。そんなあなたを見た人の気持ちも辛くさせてしまうことにつながります。本当にね、皆のことを思い自分の将来のことを考えるならば、まずはあなた自身が考えていることがこれ最重要条件になるのではないかと思います。お互い様という感謝の念を大切にしつつ、自分の道をカッパしていくその姿を意識なさって行動することをお勧めいたします。努力はなかなか実らない人の特徴8選8つ目は環境の変化を嫌う人。幸運が訪れるか否かは結果的には自分自身の思考や行動に委ねられます。もし現状に不満があっていくら努力しても実らないと感じるのであれば、自ら行動を起こす必要があると言えますよ。なんですが、頭で分かっていても変化を嫌う人は自ら進んで行動を起こすことはなかなかできないもんでございます。そうなってしまいますと結果的に報われない環境にいると考えている以上ね、いくらそこで努力なさっても現状を何も変えることはできないかと思いますよ。自分が置かれた環境に不平不満を言うのはこれ誰でも簡単にできます。ノートルダム精神学院理事長だったクリスチャンの渡辺和子先生はですね、置かれた場所で咲きなさいという書籍にもございますけれども、自分がいるその環境を大切にできるか否かということも、今自分が行っている努力を良き実りとして実らせるためにはとっても必要なことと言えますよね。ということでまとめ、努力がなかなか実らない人の特徴8選、1つ目は何でも自分一人でやってしまおうとする人。2つ目、他人に頼ることは悪だと思い込んでいらっしゃる人。3つ目、自分は運が悪い人間であると思い込んでいる人。4つ目、目標設定が高すぎる、身の丈に合っていない人。5つ目、努力の方向が間違っている人。6つ目、常に受け身でいる人。7つ目、自己犠牲の思想が強すぎる人。8つ目、環境の変化を嫌う人。以上8つの特徴をご紹介させていただきました。努力を実らせることが難しい人の特徴ということでね、ここまでお話しさせていただきましたけれども、そもそも努力を続けること自体が大変で至難の業でもありますよね。そこで価値ある努力を続けるための方法をここから3つねご紹介させていただきまして、今回のお話を終わりにしたいと思います。努力を続ける対処方法3選、1つ目は成功イメージの確認。成功イメージの確認といいますのは、目標としているそのゴール設定ができているか否かということの確認でございます。ゴール設定がね、ただぼんやり見えてるんだけど、はっきり設定できないんですけど、なんてね、そういった目標も正直少なくないかと思います。だったらいいんです。ぼんやりでもいいんです。ただ漠然と努力し続けていても、それがあまりにも漠然としたものだったら、ゴールしたのかどうか、何をもって良しとするのかさえもわからなくなってしまいますよね。なのでしっかりとね、ゴール設定ができているのかどうか、持てているのかどうかね、成功体験を積み上げて自信を身につけるためには必要不可欠な要素の一つと言えますからね。努力を続ける対処方法3選、2つ目は目の前のことに集中した行動をする。正直ね、どんなに自分の思い通りに道筋をイメージし続けたとしてもね、その通りにいかないことってとっても多いと思います。私自身の人生を振り返ってみましてもね、当初このぐらいにイメージしていたゴール設定でも結果的にその上、想像以上のステージに上がっていたなんてことはこれザラでございました。自分が目指す目標がね、これ大きければ大きいほど、遠ければ遠いほど自分のイメージ通りに進むなんてことはほぼほぼないと言っても過言ではないのかもしれません。それでも成功イメージを設定していたのと設定していないのではね、設定していたおかげで大幅に釣れることもなく、目指していた以上のゴールに到達できるもんでございます。努力を続ける対処方法3選、3つ目は1日の終わりに感謝の念を抱く。毎日自分と触れ合った人に感謝の念を手向けていらっしゃいますでしょうかね。今日1日の出来事とか経験したことに感謝の気持ちを抱いていらっしゃいますでしょうかね。当たり前のことなんて何もございませんよ。人とのご縁、経験することの出来事の全ては奇跡のような時間なんだということをね、深く味わって、多くの物事に感謝なさってね、その日一日を終える日々を過ごすことで感謝されるあなたになっていくことと思います。そして価値ある一日一日をね、刻んでいく日々を過ごしていけるかと思いますよ。そうやって感謝して努力していかれるあなたの姿勢とその心が、実り大きい人生を開いていくものと思います。ぜひね、今夜から感謝に眠る日々を過ごしてまいりましょうね。ということで、努力を続ける対処方法3選、1つ目は成功イメージの確認、2つ目目の前のことに集中した行動をとる、3つ目1日の終わりに感謝の念を抱く。以上3つのご提案でございました。
流した汗と涙は嘘をつかないとも言いますよね。行った努力は報われるというのも本当だと思います。ただ何でもかんでもね、がむしゃらに努力すればいいもんでもございません。その努力が悪い方向に向かっていく努力でしたらね、これ人を傷つけます。自分の望まぬ人生を築いてしまうことにもなりかねません。極端な話、泥棒したりね、人をいじめて楽しむような迷惑行為を頑張ってみたところでその人は孤立してきますし、本当に寂しい人生を送ることになってしまいますよ。努力の最大の鍵となるのが、より良い目的に向かって力を注ぐことでございます。正しい方向に向かわない努力を仏教では精進とは言わずに懈怠と言って厳しく戒められております。あなたの努力精進が実り大きい人生の花を咲かせる種になることを心からお祈り申し上げまして、今回の話を終わりにしたいと思います。今回の話が参考になったようで思えたそこのあなた、ぜひねチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。また感じたことなどね、コメント欄アウトプットしていってくださいませね。公式 LINE のメッセージをお待ちしております。それではまた他の動画でお目にかかりましょう。かんちゃん住職でした。